世界から見た日本競馬って、馬のレベル、そこそこ高い。どちらかといえば距離が伸びた方がより高くなる？騎手のレベル、低くはないが高くもない。工業としての完成度、すごい。経済効果、やばいって感じ？多分そう。騎手のレベルは平均値は高めとは聞いた。ぶっちぎりのトップフランケル3区勝ったりとやれそうなことは割と前からやってる。ジョッキーはそんなに多いわけではないけど、普通以下とされるジョッキーでも割と乗れる方だと。海外の下の方がひどすぎるだけなのかもしれんが。騎手のレベルって平均は高いけど上限は低いって感じだったような。最近外国の種牡馬が来るようになったのはなんでなんだろう。ほとぼりが冷めてきたんちゃうか。海外は求められる距離が狭すぎてライバル多すぎて有力馬でもあぶれるらしい。引退も早いし。サンデー直視がほぼいなくなったから本格的に代わりを探し始めたとか。おなじみディープキンカメハーツが消えるはそろそろヤバいって情勢だったしな。薄め息が不要になったのはあるだろうな。失敗が続いてるが本格的な種牡馬探しはずっとしてるんやで。ブリモルとかユアビスが何回一発上げてくれそうやけど。フランケル3区勝ったりとやれそうなことは割と前からやってる。新たなる薄め息を探してるとかでは？金亀きついことか最近多いし。あとは外国側としてはガリレオフランケルがきつい馬を自国で形容しても目が出るかわからないから比較的。あそこら辺の馬のクロスを持ってない国でなんとか成功してほしいっていう願いがあるかもしれない。欧州は日本以上に血統が煮詰まってて溢れそうになってる。あと2400以上しか G1 勝ってないような馬にも日本ならまだマシな需要があるかもしれない。良くも悪くも馬が身近にいなくて裾野が狭いから新しく騎手になる人も少なくて新陳代謝が悪いとかなんとか。しょうがないことではあるんだけど、一般的に競馬とその面白さを自ら知るのは馬券を買える20歳になって、からで、俺も騎手になりたい。って思った時にはもう遅いっていう状況もあると思う。それゆえハイレベルではあるけれど、馬術からもいけるって道を開拓したカヤタはすごいし、これをどうにか、活かしてほしいなぁ。豪州とかは厩舎で狩猟してってパターンがあるんだっけか。厩舎で狩猟して騎手になるのは日本にも昔あったんや。的場仁志元騎手はそのパターンだったはず。馬場によって馬のレベルもまた変わってくるイメージじゃない？高速馬場だと日本馬強いよなって感じで。レベルとかそういう話ではないけど日本馬ってアメリカと欧州の中間的なイメージあるわ。欧州ほどではないけどキレのある末脚とアメリカほどじゃないけどハイペース体制。お金関係のシステムの完成度は高いんだろうな。胴元が国ってのもあるだろうが。月曜に振り込まれるのはすごいを通り越してヤバすぎる。なんなら月曜まで待たなくても出勤処理したら速攻で振り込まれるぞ。お役所仕事のいいところが出てるよな。イタリア競馬の賞金振り込みはデムローがあっちにいた頃は2ヶ月遅れだったけど今は半年後になってて、悪化してるみたいね。G1 馬全然輸出しないのは特徴的だと思う。というか海外も同じ血統ばかりでやべえってなってるし、日本もサンデー系金亀は大抵。どこかに入ってるんでお互い輸入し合うのがウィンウィン。というのはある。一時期は豊かしか海外に出ていかないって感じだったし多少はね。騎手は底辺でもそこそこ無難に乗れるけど欧米やオーストラリアと比べると正直。片やレース数が多すぎ。片やガチの新人がメルボルン乗ったりと比べるには特殊すぎるべ。日本もディープ系の種牡馬は少し大変そうなのもあって少しずつだけど輸出してるよな。外国で芽が出てくれればいいが。金払いが遅れない、早い、のはサッカーあたりでも聞いたことある。オーストラリアはインツキしないと下手くそって言われるんでしょ。なかなか厳しい気がする。馬と騎手のレベルは低いというか評価できないだろ。ガラパゴス化してて。そもそもガラパゴス自体がよくわからない思い込みから始まって言われてることなんでなんとも。凱旋門勝てない、アメリカで勝てない、欧州の有力馬とシーズンが被らない。これが思い込み強くしてる感じあるわ。大歩が凱旋門負けた時の馬勝て見てるとどうにも。アメリカも欧州もそれぞれ独自路線行ってるだけなのにな。欧米がスタンダードでそれと違う日本はいたんって考えなのかね。日本は良くも悪くも JRA の競馬学校で一括指導しててそもそも一定の素質と実力が見込めない人は、騎手デビューすらできないからな。騎手デビューだけなら比較的容易だけどその後やっていけるかどうかが厳しい欧米と比べれば、下の方でもレベルは高くて当然よそや。ただその代わり競馬学校出てないと絶望的だから騎手の頭数が限られてて世界的にトップになれるような。素質を持つ人は比較的育ちにくいっていう状態どちらも良し悪しある。工業としての成功はアニメや漫画など何でもコンテンツとして作り出せる日本特有の。
クリエイト力とそれが受け入れられる土壌によるもので、海外競馬が参考にしようとしても、同じようにできないとは思う。日本人騎手成長の場所が欲しいんだけど馬主からすやんなもん知らん勝ちたいんじゃ。で海外の上位乗せた方がいいしねー。そこはまあ調教師や騎手本人の売り込みの頑張り次第なところある。クラブ馬主だとなおさら強い外国人騎手乗せろって声が大きそうよね。若手の育成は将来を考えると絶対に必要と言われたところで。じゃあお前は自分の子供の手術をこれが初回ですって医師に任せるかって言われるとな、理解はできるけど俺以外の志ある人がやってくれ、が本音。それに関しては国内を飛び出して海外で実績を上げた方が国際的レースの時に向こうの、有力馬主から馬を任せてもらえるようになるんじゃないかと。豊さんですらそれは無理だったからかなり厳しい道だとは思うけどいつか見てみたい。まあそりゃ日本にマクドナルド騎手レベルがいるかと言われると怪しいが、日本の騎手のレベルが低い、ということには直結しないと思うわ。オーストラリアといえば日本で VV 制裁店も VV 言わせてるレーンがリーディング35位とかで驚いた。世界は広いね。だから上積みのレベル低いとは言われるんだよね。マクドナルドならもう誰も勝てないだろうな。騎手は同じ日本でも東西格差結構すごくない？馬の育成環境ですら結構差があるぞ。種牡馬成績とかそういうのにもよるけどな。それに関しては馬の東西格差が原因としてでかいんだよな。何せミホの水は馬にとってはあまりいいものではないから。そもそも日本で通年取ってもらえないと、少しだけしか乗れないわけだからな。誰とでも手の合う馬ならいいんだけど、特定の騎手じゃないとどうしようもない。タイプの馬も一定数はいるからな。言っちゃなんだけどだいぶくすぶっててもう終わった人扱いされてた吉田豊が海外で2勝あげたし、日本人騎手も海外で結構やれると思うんだがな。そりゃもちろんパンサとの相性がかなり良かったのも、あるだろうけど。まああの人普通にスマイルプモローとかブルブラでも結果出してるし、馬乗ったらちゃんと、勝つ人ではあるよ。身も蓋もないこと言うと騎手も仕事でやってる以上、わざわざ海外に出る意味がないからな。しかも所属してるのが金払いが世界最高の日本じゃわざわざ遠征する意味もねえよな。海外って言うけどそもそも日本から出てくメリットが薄すぎてね。若手を乗せ続けたら、途中で上位騎手に乗り換わってたらもっと勝てただろうにって言われるんだろうな。実際上位騎手は勝つからな。どうしてもいい馬集めるなら差し苦手でも抜群の先行力見せたり経験少なくてもどんな馬でも乗る覚悟で、売り込みしないと信頼と実績積み上げた上位には届かんよ。アメリカでボコられ欧州でボコられたまにドバイや香港で勝てる馬は出てくる。まあ普通くらいなんじゃねえの。そもそも遠征という振り背負ってアウェイな環境で戦ってるんだからそりゃ負けるというか勝ち負け。できてる時点でレベルは高いのよ。馬の能力やら騎手の能力は。ただお互いの条件が全く同じという状況を作れることはありえないから格付けが不可能。そもそも日本人トップの川田が世界的にはどのくらいの位置にいるんだろうか。トップ5から10入りは厳しいと思うけど仮に欧州やアメリカで騎乗したら何番手ぐらいになりそうやろか。欧州は基本的に厩舎で競馬作って自分のところの一番手を勝たせるみたいなやり方してて根本的に競馬の仕方が日本とは違うからわからないとしか言えない。アメリカはどうなんだろうか。2から30番台。欧州はともかく米豪になると純粋に乗ってる量が段違いに多いから本当の化け物しか生き残らない。騎手でも馬でも大きな差はないと思ってるわ。トップ中のトップは別として馬も騎手もバカ多い。アメリカや欧州と比べて規模自体はこじんまりしてるけど海外のトップ層にボロ負けし続けてるってわけでもないんだし、日本から見たら欧州の重い芝はガラパゴスだし、欧州から見たら日本の高速馬場はガラパゴスというか競馬の原点なだけで欧州は割とおかしいと思う。まず大自然を利用したコース作りってのが個人的に好きだけどちゃんと作り直せよって言われても仕方ねえんじゃねえかと。そこら辺は工業と伝統の違いだからしゃあない。工業をしている側からすればコース整備しないのはアホだし、伝統側からすればむやみやたらとコースに手を加えるのは前提からして破綻することになる。馬場に関しては競馬始まった経緯やらその土地の気候やらも関係するので国ごとでやたら独自性あるのは仕方ないと思う。でもまあ結局はコースは作る形になると思うけど、コース作るにしても国で独自性が出るって話じゃないの？頑丈な馬作ってる代わりにスピードないドイツとかダービー距離短縮してまでスピードを求めた代わりに長距離が廃れたフランスとか欧州の大レース勝つ馬たくさん作ってるのに障害競争の方が人気なアイルランドとか欧州でひとまとめにされるけど普通にどの国も特色あるしなんとも言えん。ドイツ馬はたまに強いの出てくるが平均レベルはマジでヤバいレベルなんだよな。
国内 G1 の数からしてやばい。何せあのトルカーターダッソの種付け量めちゃくちゃ安かったからな。どんなもんだろと思ったら2万ユーロ、確かにもう少し高くても納得するな。安いなって思ってたらドイツではそれが普通って回答来てびっくりしたもんな。ドイツ競馬の地位もそこまで高くないから馬さん自体がそこまで儲からなくて種付け量に捻出できる余裕がないんだろうな。そもそも海外って騎手免許あるっけ？ルメール騎手がフランスで免許取ったって書いてあるからある。何年か前の凱旋門賞の中継で日本だとパドックから馬場までの距離が結構長いけどロンシャンはかなり短いとか、日本だとゲートに無理やり入れるけど欧州競馬は結構待つとか、そんな環境だから。欧州の馬は日本の馬と比べておっとりした馬が多いって聞いて早いって思った。あとアメリカ競馬は直前までゲート内で馬をなだめる人がいるとか。そのせいかは知らんけどもシャフがドバイシーマ勝った時はずっと待たされてて少しかわいそうやったね。日本馬は雰囲気がピリピリしているってよく言われるよね。日本の馬気性が荒いやつでも引退するとおっとりしだすのもやはり環境なのか。イギリスは王室の競馬離れが進んでいるから先行きが不安って記事かなんかを見かけたけどフランスはどんな感じなんだろ。ファンの高齢化が進んでてネット投票も進んでないという話はあったね。